私が食べたのは普通でしょうか、極激辛でしょうか。じゃあ、ガムスカ。はい。また。そうですね。また、この、あれを見ると思わなかったですね。ちょっと前に2個食ってみるっていうのをあげたんですね、はい、そうですね、僕発信でちょっとやりたかったんで、はい、見ました、土井さんそれ。あ、やばかった、そんなにで、ジョジョ監督、証拠にもなく、あー、いや、ちょっと視聴者さんからプレゼントされまして、はい、またちょっとぜひ食べてくれって。また行くの。まあ、そうですね、視聴者さん家族なので、まあ、まあね、捨てるわけにはいかないからね。まあ、でもこれ普通に食うのは前あったからさ、だからちょっと大食いとこの激辛を合わせた、まあ、ゲームみたいなのを、あ、ゲーム、はい、考えたんで。どんなゲームなんだ。あの、なんていうの、ほんま1分半ぐらいで考えたから、あの、整理してるかどうか分からんねんけど。ああ、これ、あ、こんな、はい、これが普通のこれペヤング、そうそうそう、はいはい、普通のペヤング4つ、4つなんで、今からやるのが、うん、今僕が食べたのは、はい、激辛でしょうか普通でしょうかっていうクイズなんですけど、あ、めっちゃ楽しそうなゲームですね。ざっくりと今からこれ5個全部お湯入れて全部湯切って、おうおうおう、でもう全部食える状態にしてほしいんですよ、まず。あ、で、土井ちゃんと僕が後ろ向いてるんで、で、どれか1個食ってください。あ、どれか1個、あ、完食してください。で、全部食べる。あ、で、僕らが振り向いて、カブスの表情を見て、はい、普通のビアンか、はい、極激からファイナルなのかを当てるっていう。はい、あー、なるほど。だから、騙せたら、カブスの勝ちです。そうですよね。まあだから、まあ普通のやつ食っても別に何もないやん。あー、何もない。だから、極激から食って、これ普通のやつ食ってるみたいな顔をして、俺らが、普通のビアングですって言って、実は極激から食ってましたってなったら、カブスの勝ち。だから、その、忍耐力というか、ポーカーフェイスを貫けば、騙せるってことですね。辛くないって顔をしとけば、勝ちです。はい、え、だから買ったら、なんか上がれますか？なんか上げる？じゃあどうしようかな。ディズニーチケットとか。あ、まあいい。どうどうどう。はい。はい。まあいいであがったんで。そうっすね。はい、じゃあもう作っていくか、普通に。じゃあ作りますか。はい。で、まあちなみに、蓋が、はい、蓋がこれ、ピンクが極激辛ね。そうっすね。それが全部青ね。はい。はい、了解。あの、そうっすね。はい。じゃあ、極激辛以外、とりあえず全部入れて。あ、とりあえずこれ。あ、だけで、はい、じゃあ普通のやつできたから、辛いやつ、辛いやつ作って。あ、わかりました。大丈夫か。すまない、すまない。じゃあ全部閉じて一回。はい、じゃあ、まあ改めてルールで言うと、まず、カブス君には、はい、この5個のうちの1個を食べてもらいます。あ、1個。で、その間、俺らは、後ろ向いてます。で、食い終わったら、はい、その蓋を閉めて、食い終わりましたよって言って。ああ。ほんなら俺らがこっち振り返るから、はい。あ、どっち食ったか。そう、カブス君の表情を見て、どっち食べたかっていうのを、はい、当てるから。回答者はどいちゃんね。ああ、違います。ああ、違います。俺は回答せえへんわ。僕はもう後ろ向いておくんで、カブス君が食ってるところを見てる、俺のリアクションがヒントになってる人もあかんから。ああ、そうです、そうです。オッケー。だから何個目に食ってもいいよ。もう1個目いきなし辛いの言ってもいいから。あ、わかりました。うん、ちょっとそこは、はい、うん、どうじゃん、不正解だったらディズニーチケット。いや、ちょっとガチでやります、それ。あ、はい、じゃあやるか。私が食べたのは極激辛ファイナルでしょうか、通常ペヤングでしょうかクイズ。わかりました。はい、スタートです。はい、ありがとうございます。じゃあ、どうじゃん、後ろ向いて。はい、はい、じゃあ1個目どうぞ。はい、いただきます。はい、どうぞ。うまい、どうぞ。うまい。いや、そう、別に普通か、今のところ。うわぁ、そうそう、なんか。ちょっと、そうか、ちょっとテレビ映ってるな。ちょっとテレビがちょっと反射しちゃってるやつです。見たかんで、見たかんで。ああ、そう、ちょっと、わぁ。もうちょっとこっち来る。手前来るか。あ、手前来る。かぶるようにして、テレビとカルス君が。あ、はい。あ、オッケー。これで完全に見えてないな。ああ、見えてないです。ありがとうございます。うん、わあ、降りました。はい、じゃあ振り返るで。降りました。はい、せーの。はい、はい、ああ、おー、私が食べたのは普通でしょうか、極激辛でしょうか。うわー、あ、普通。
正解です。おお、ありがとうございます。はい、大丈夫です。わざわざわざ。ちなみにどれ？わざわざわざ。おお、はい、おお、綺麗。じゃあ2個目。どこ？普通か。あ、どこで行くのか。ちょっと いかんって。あ、でも別に普通に焼きそば食ってもなるからな。ああ、そうそうそう。なるってことか。大丈夫っす。はい、振り返るで。ああ、せーのでくれ。せーの。おい。おもしかしたらめっちゃ今辛いかもしれんとこだよな。私が食べたのは極激辛でしょうか、普通でしょうか。普通で。正解です。おはようございます。おはよう。こっちでしたね。ああ。おお。なんかちょっと汗かいてるのかちょっと。ちょっと分かんなくなるんですけど。まあ焼きそば2個も食ってますか。ああ、すみません。どう見てるよ。おはようございます。音は別に変わらんな。あー、いや、そうですね、ちょっとむずい、意外とむずいな、これ。いやー、ちょっとじゃあ、無理だよ。おい、せーの。おいちょっとやばい。いや、これはちょっと、いや、まだ分からん、まだ分からん、まだ分からないっす。いや、ちょっと、おお、大丈夫ですよ。じゃあちょっとあの画面じゃあはい、じゃあ画面つくじゃああの出題のモンスイープお願いします。僕が食べたのは完璧な質問かな。それとも普通のでしょうか。国外から正解です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。マジではい。はい、大丈夫。ごめん、すごいでした。はい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 、じゃあもうあと、もう普通のやつ2つしかないから、もうカブスくんの負けね。もうあと2回とも普通しかないから、早く終わらせて。はい、オッケー、言ってほしい。じゃあ、やばい。あ、じゃあ、カブ君、ちょっとあの、ディズニーはちょっと残念でしたけど。はい。やばい、ちょ、こうなるんだよ。なんで？こうなっちゃうんだよ。一応、ポーカーフェイスしてみた？一応、しまいでした。頑張ってこないですけど。パー出しました。ちょっと待って。ちょっとこうなっちゃうんですよ。今頑張ってるんですよ。じゃあ。はい、じゃあ、カルス君もギリギリなんで、はい、終わります。ああ、終わるぞ。はい、お疲れ。はい。もう、勝ち負けどうでもいい。
くおぉおいちょっと、ちょっと待った。おい、ちょっと待って、ちょっと。じゃあ、半分で。おい。せーの。おい。